100万回言えばよかった。第4話の考察をしたいと思います。よろしくお願いします。直樹の遺体が見つかりました。で、直樹の遺体ご覧ください。お腹の周りがですね、えー、出血してますよね、えー、なんかこの写真だと少しこう薄いんですけれども、まあ血がまあ乾いてるというかね。はい、直樹の遺体は？ お腹に出血があります。で、えー、直樹はね、拾ったマサルの家にあったハサミで刺されたということですよね。で、右側のね、画像をご覧ください。ハサミ、ハサミがあったんですよ。あの植木などに使うハサミですね。はい、ということで、えー、里親だった拾ったマサルの家にあった、このハサミで刺されたんじゃないのか。 かとただもしそうだとしたらね凶器を、ねえー、処分しなかったのかという疑問はあるんですけどまあこのハサミなんですけど、まあ、刺した後、ね、こうちゃんとあの血をね、えーあのー、洗い流して、えー、いるかもしれないですけどまあただ、まあ、証拠になる可能性があるから。 凶器はですね処分した方がいいんですけど、うん、それともこのハサミが凶器なのではなく、えー、なんかこう、うん、視聴者にヒントを与える別の凶器で刺された可能性ももちろんありますけれども、まあ、直木はお腹周辺にねこう出血跡があるので、まあ、刺されたと考えるのが正しいんじゃないでしょうかね。いずれにせよ直木は刺されたということですよね。こののシーンがが気になったのですが 池澤がなんであんなところにとつぶやくように言うシーンなんですね。で、直樹が車の後部座席に乗って少しあれみたいな顔をするんですけど、で、えこれはですね、池澤がねえ、行方不明になった子供カイトが小屋にいると知った時にね、池澤が車の中でね、なんであんなところにと言ったんですね。これ不審ですね。池澤がですね、直樹を殺害してですね、 遺体を置いた場所の近くだからかと要するにカイトがいる小屋の近くにですね直樹の遺体があったということで、えー、小屋と直,人の直樹の遺体の、えー、つながりですね、えー、だからまあ池澤が、えー、やはり直樹の遺体を運んだんだとで、えー、直樹の遺体のある場所 の近くに小屋があってですね池澤はね、えー、行方不明になったカイトが小屋にいると知ってね焦りがあるんじゃないのかとだからなんであんなところにとなんであんなところ自分が遺体を置いた場所になんでカイトがいるんだとそういうような、えー、つぶやきだったんじゃないのかなと思いますね。誰誰がが直樹を殺害しした犯人なのかそして誰が高原 鈴鹿を殺した犯人なのかということでですね予想外の犯人として、えー、石岡誠二郎犯人説も考えてみる必要があります、はいえー、長谷川初典さんですね長谷川初典さんが演じて、えー、います石岡エステートの、えー、創業者とリオの内縁の夫とで一、えー、話目から出ていないんですね石岡誠二郎はで相関ずにも出ていないんですね で、ミステリーのルール違反にはなるけども、あの、このドラマは、後から出てきた人間が、後から出てきた犯人もありかなと。まあ、えー、この100万回言えばよかったというドラマはですね、まあ、あのー、犯人宛ての、まあ、推理ドラマとかね、フェアに、えー、行きましょうと。要するに、相関図に載ってる人間の中に犯人がいますとか、あのー、1話目から出てる人間の中に必ず犯人がいなければいけないとか、そういう、あの、ミステリーのルールとか、そういうのはね、 あの守る必要ないと、えー、このドラマは恋愛ドラマでありファンタジードラマであり、えー、考察ドラマであるということで後から出てきた人間が犯人だったっていうのも、まあ、やってもいいんじゃないのかとそういうのもありかなということから考えるとまあるんんじゃなないのかなと思うんですね、まあ、あの事件関係者ですからね、えー、リオの内縁の夫ということでつな、えーまあ、がるわけでしょ間接的に。 高原鈴鹿ともつな、えー、がりがね面識があったとかね、えー、そういう可能性もありますので、まあ、一応考えてみる必要があるあと高原鈴鹿を殺害したのと直樹を殺害した、えー、これなんですけど同一犯なのかそれとも犯人が別にいるのかとかその辺も考える必要があるんじゃないでしょうかただまあ薄いとは思うんですけど可能性として石岡誠二郎犯人説っていうのは ただまあ意外な犯人ということから考えるとなくはないんですね。展開予想なのですが2つの可能性を考えてみました。まず1つ目ですね。ゆずるが事故か何かで脳が損傷してしまうと。で意識不明となってしまうと。でですねこのまままあ一生もう意識が戻らないみたいな感じになってしまうと。で、えー、直樹がですね、えー 譲ルに乗り移って生きていくみたいなね。で結衣と譲ルが付き合うとまあ譲ると言っても中身は直樹ですけど、はい、そういう可能性もあるんじゃないですか。譲ルがですね、えー、まああのー、結局脳が損傷して意識不明になって幽体離脱みたいな状態になるわけですよ。で幽霊の状態の直樹とですね、えー、会話するわけですよ。で譲るはね俺の体。 を使ってっていうか俺の体にね乗り移って一生、ね、生きてってと結いと幸せになってみたいなで、えー、ゆずるはですね脳、あのー、神経内科の、あのーまあ、女性のところになんかこう行くみたいな展開ね、まあ、そういうとん,でも展開がとんでもない展開あるかもしれないあともう一つの展開要素直木は死んだからもうそれはもう諦めて で死んだことを認めて成仏するとでゆずるにユイを託すと要するに生きてる人間同士ね直オはもう自分は死んだとなのでユイとこう一緒に過ごすことはできないもうそれはもう無理だとでウォズユズルにねユイと付き合って幸せにしてやってくれということで恋愛パートも始まるわけですよ次回から生きてる人間同士ユズルとユイがまあ仲良くなると いうことで、えー、直木は譲に結衣を託して終わるとそして成仏するということなんじゃないでしょうかねで樋口は成仏できないまま最終回でもさまよってるみたいな感じでまあそういう終わり方もあるんじゃないのかなと思いましたねまあ犯人はちゃんとまあ逮捕されるとなると思いますいかがでしょうかね今回の 考察いかかがでしたか何かこういう考察があるよっていうご意見がありましたらコメント欄でコメントで教えてください。コメントお待ちしています。ということで今回のですねはい100万回言えばよかった第4話の考察を終了いたします。最後までご視聴ありがとうございました。